モナリザや最後の晩餐を描いたことで有名な画家レオナルド・ダ・ヴィンチ。数々の名画と呼ばれる作品を残していますが、芸術以外にも数学、生物学、解剖学、天文学など様々な分野で類まれなる才能を発揮しています。そんな天才と呼ばれるレオナルド・ダ・ヴィンチとは一体どのような人物だったのでしょうか。皆さんこんにちは、星真奈です。今回はレオナルド・ダ・ヴィンチの持つ謎についてご紹介していきます。1. 師匠をもしのぐ才能。ダ・ヴィンチは14歳の時にイタリアの画家アンドレア・デル・ベロッキオに弟子入りしました。ベロッキオは彼自身の芸術的才能もさることながら、その弟子の才能を伸ばすことに非常に長けていた人物と言われ、その手腕は彼の天才画家ラファエロの父であるジョバンニ・サンティにも絶賛されるほどでした。そんなベロッキオでしたが、ダ・ヴィンチと出会ったことでその作品のあまりの素晴らしさに自信を喪失してしまい、ついには筆を置いてしまったのです。師匠も廃業に追い込んでしまうほどの才能を持ったダ・ヴィンチ。二十歳の時にはすでにその頭角を表していました。その逸話の元となったのがキリストの洗礼です。この作品はベロッキオとの合作で、その左側にダ・ヴィンチによって描かれた天使が師匠に引退を決意させたと言われています。2. 気まぐれで飽きっぽい。ダ・ヴィンチは数学、生物学、解剖学、天文学などにも造詣があり、様々な分野でその才能を発揮しました。しかし一方で、実は気まぐれで飽きっぽい性格だったと言われています。彼はスケッチや設計図など膨大な数の作品を残しておきながら、実はそのほとんどが未完成でした。有名なモナリザや最後の晩餐でさえ完成に至っていないのです。彼は非常にこだわりが強く、納得がいかないと何度も書き直したり、時には創作をやめてしまうこともあったそうです。そんなところにもちょっと気まぐれな性格が垣間見えますね。 3. 1日に6回寝ていた。ダ・ヴィンチはその睡眠の取り方もかなり独特でした。4時間おきに15分取るというスタイルで、睡眠を1日6回に分け、トータルで1時間半眠っていたそうです。この方法は覆眠と呼ばれ、エジソンやナポレオンなどが取り入れていたと言われています。15分ずつに分けてというのも驚きですが、1日合計1時間半しか寝ないなんて、やっぱり天才は違いますね。 4. 自身の絵に残す謎。ダ・ヴィンチの描く絵には多くの謎が残されているといいます。モナリザの絵を特殊なカメラで分析した結果、その顔の下になんと3人もの別人の顔が描かれていることが判明しました。他にもある角度から見ると表情が変わって見えるなど、意図的な仕掛けがなされていると言われています。映画ダ・ヴィンチコードでは彼の絵に隠された謎に焦点が当てられ、大変話題になりました。その中でその最高傑作と称される最後の晩餐を取り上げ、キリストとマグダラのマリアの間に聖杯が隠されていると説明。マグダラのマリアはイエスの子を身ごもっていたという大胆な解釈で世界中に波紋を呼びました。いつも自身の絵に意図的に謎を残していたという彼、果たしてどのような意図でこの絵を描いたのでしょうか。私の絵は真の数学者だけが理解できるという名言を残しているそうですが、どちらにせよ彼の意図を解読するのは容易ではありませんね。いかがでしたか。レオナルド・ダ・ヴィンチ、画家であるだけでなく、まさに多方面に才能あふれる人物でした。天才ってやっぱり個性的、難解ですね。生きてる間に一度本物のモナリザを拝み、その真意を確かめてみたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。